大谷翔平が1次ラウンド B 組 MVP。 こちら大谷選手の成績、意味のわからない成績となっております。まあまあスタンダード、自分の看板に当てるという編集長に怒られる漫画展開やられたらしゃあない。正直国内の期待でかすぎて力んで低打率になると思ってたわ。素直にすごい。 WBC もそうやけど、投打両方で高水準は MLB やとロースター枠1つつくことになるから、数字以上の価値まであるしな。村神様だろ。吉田は打つだけだしな。先発して0失点4回5奪三振できないから評価下がる。期待通りの活躍するマジ天才。大谷はビビられて逃げまくられてるのもポイント高いわ。初ホームランはスリーランで自分の看板に当てます。で、創作でもやりすぎやろ。誰かといえば大谷だけど、1番も2番も3番も5番もみんな MVP の活躍してるわ。3番敬遠して4番に回されるってよっぽどやろ。素人でも異常なのわかるやろ。村上が休んで福留る準備しとけ。言うて村上が普通に打ってても大谷敬遠するやろ。ご視聴ありがとうございました。